主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。おもれき490回です。490。はい、はい。あと10回ほどで500回ですよね。わ、ね、早いね。やばいじゃん。はい。あのリスナーのね、皆様もね、空気を読んで、そろそろ500回おめでとうとね。そうですね。書いていただくとちょうど間に合うかな。そうやね。別枠でいつもこう来た順に紹介せますけど。500回だけそれ別企画で500回枠のお便りで紹介するようにしようかね。うん、うん、ちょっと検討しますけども、500回用と書いてもらって。そうです ね、それだけじゃあちょっと跳ねときましょうか。はい、うん、ね、あの花輪とかは別にいらないので。そうですね、食べられるものがいいかな。違う、でもそれ言うと本当にあの送っていただくとあの申し訳ないので、それはお気持ちだけで送りようがないですね、うんうん、あのお家がないんで僕たち、あの夢の国にしか住所がないので ね、おもれきにはお家がないんでね。はい、はい、あのお言葉でお願いします。どうよ、その500回に向けてさ、なあ、なんか何オフ会とかさ、オフ会してって手紙来てんだけどさ。オフ会？うん、ちょっといつやっていいか分かんないじゃん。まあコロナさんがね。だから最近さ、見聞きするのはさ、もうその自己責任で、うん、コロナになってもいいんだったら来てねみたいなさ感じで呼びかけてるとこもあるって聞くよ。ねえ、でもそれでやっぱり怖いから行きたくないなって思う人がいるのもなんとなく嫌じゃん。そうです ね、それで躊躇しちゃう人がいるっていうのも、うん、まあなんかあまり気分のいいもんじゃないしね。難しいね、判断しかねるところだね。本当はすごく行きたいのにコロナだしなっていうのもね、うん、ねえ、まあどうしても私たち頭の中のベースが飲み会しか考えてないんでね。あ、そうでしょう、うん、いや公開収録とかさ、ああそういうマジなこと、うん、それだったら、まあ、別にマスクしててもらっててもいいじゃん。え、その後には飲むんでしょ。だからそこも考えないといけないよね。あ、まだコロナで考えればそうだよね、うん、会食っていうのは確かちょっとまたハードルが高くなるかな、うん、より、うん、あ、まあそうか、まあまあまあ公開収録程度であればまあする比較的ね、うん、まあ、その病気のリスクはまあまあ低いわけね、うん、あ、まあその設備とか自分の ね、あれをすれば、うん、私たちは舞台がちょっと距離取ってアクリル板のもので喋ればいいわけでしょ、うん、まあね、なんかちょっと思ったりもねしますが、ちょっとね、あの時の流れは早いのであっという間に500回いきますが、頑張ってねネタを仕込んでおりますので、はい、ね、あの50の倍数が誰になるかとこう予想もしてもらうのも楽しみかと思います。あ、当たった人には何かもらえるとかまたなんで、でね、うん、ああ、でもそれあり、うん、今ふと思った、さっきのカレー屋さんの続きで、ね、ああなるほどね、カレー屋さんってお昼食べた時の話ね、うん、ああなるほどね、当たった人、あ、ちょっとまだ決まってないからね、うん、あ、ちょっとそれは、はい、今日のあの余計なこと言っちゃったかな、はい、うん、鳥貴族会議でちょっと話し合いましょう、本会議でね、はい、はい、さて東方見聞録をね紹介しております。3回目、はい、参考にしてますのは東方見聞録、うん、書かれたのはマルコポーロ、うん、これを、訳と解説してくれてるのが長沢和俊さん、はい、角川文庫から出ております。で前回はマルコポーロのほぼ生涯を、うん、ご紹介してきたんですが、まあ、この東方見聞録といえば黄金の国ジパングの話ですよね、うん、はい、ここで日本が紹介されて、こ結構ヨーロッパでもなんか魅力ある夢の国みたいにこう、うん、思われることになっていくんですよね、うん、でこの東方見聞録には日本
についてももちろん紹介されてて達されてるんですが、はい、あの黄金の国の話ぐらいしか知らないんですよ。そうですね、うん、なのであのどういうことがね書かれていたかを今日は紹介してまいります。はい、さあこの東方見聞録ね、ジパングについてなんですが、うん、マルコポーロがあの中国を離れて東南アジアインドにこう行きますよね、はい、でこの、出航するエピソードがあるんですけど、東南アジアに向けて出航するエピソードにこう太陽広い海の中にある東方の島々の国があるんだよって紹介してるところがあるんです、うん、ここでジパングが紹介されています、はい、ジパングまたはチパングチパング、 チパングで、うん、これ中国音のジーペングを、ジーペングをジーペングをジーペングを漢字で日本って意味、リーベンが日本とか、まあ、日本国みたいな感じかな、うんうん、ジーペングを、うん、ジパングっていう風にこう聞こえたみたいですね、うんうん、でいくつか日本のエピソードが載ってて、まず一つは黄金の国、はいはい、大陸から中国大陸から1500マイル、うん、約2400から2500キロぐらい離れた太陽にある大きな島だそうです、はい、があるんだよ。こんなに離れてんの、大陸ったってどっか上がれる感じですけどね。そうですね、うん、でこのジパングの住民は色白で、うん、礼儀正しい優雅な偶像教徒、はい、偶像って仏さんのことでしょうね、まあまあ仏教徒ってことでしょうね、まあ、キリスト教徒から見れば偶像崇拝者ですからね、うんうん、で独立国で、うん、この国の国王がいて、うん、どの国の君主からも干渉されません、はい、そうですね、うん、この島は非常に豊かな金を産出するので、うん、国民はみんな莫大な量の黄金を所有しています、はい、大陸から商人が来ないので黄金が海外に流出することはありません。で、国王の宮殿、皇居ですね、御所は、すべて純金で覆われ、非常に大きい。うん、屋根はすべて純金、うん。各部屋の床は全部指2本分の厚みのある純金で敷き詰められています。うん、これぐらい、これぐらい、はあ、うん、めっちゃ分厚いやん。そやな、10センチ、うん、10センチはないか、10センチはないけど 2,3 センチの厚みのある床、金床板、うん、金の床板で敷き詰められています。他の広間や窓などもすべて金で飾られている、うん、すごいですね。で、この国はですね、真珠もたくさん取れて、はい、バラ色で丸くて大きな真珠が取れるんですって、うん、今でいうピンクパールのことかね。まあね、この島の風習で土葬するとき、うん、死んだ人の口の中に真珠を一つ入れますって、うん、こんなこともするんだって。他にもいろいろな宝石が豊富に産出されるそうですよ。と言ってるだけでしょ、うん、ね、聞いてきただけですからね、うん、どっからこんな風に情報になるんでしょうね、うん、で、この黄金の宮殿なんですが、これ平安京じゃなくって、うん、奥州平泉の中尊寺金色堂など重要な建物を金箔で覆う例があるんで、この中尊寺の建物の噂が誇張されて、うん、マルコ・ポーロの耳に入ったんじゃないかな、うんうん、だからこの話がきっかけで日本近海に金銀島
金と銀の島があるという話にエスカレートしていくそうです。この後ね、はい、海外では。でも奥州平泉の金色堂も確かに立派だし、まだ鎌倉時代の話だから金閣寺はないもんね、うん、もちろんないね。そうするとそんな東北地方の話が中国まで伝わるんだね。まあ当時金はね、主にやっぱり東北で取れる砂金とかでしょうから、うんうん、まあ東北の話になってくるんじゃない？なるほどね、うん、まんざら間違ってないような気もするけど、まあだいぶひどい伝言ゲームですね、うんうん、さあもっとあります。今度原稿の話も東方見聞録でね、うん、紹介されています。莫大な財宝を持つ島国として耳にしていたフビライ藩がこの島を征服しようと思うようになっていました、うん、でフビライはですね、2人の重臣のアバカンとウォンサニチン、うん、これなんか中国漢字にすると半文庫、ああ半文庫って人出ますね。そうなの、ジョリーと僕とで、はい、半文庫、うんこのアバカンとウォンサニチンに大船団と騎兵と歩兵の大軍を授けて日本に派遣します、うん、でこの軍はですね、福建省泉州と浙江省、うん、広州っていうのね、はい、ここから出航したそうです、うん、で航海の末この島の日本のね、うん、都市に攻撃しないうちにまだこの2人の重臣ですね、アバカンとウォン・サニチンが互いに激しく嫉妬をし合って互いに助け合おうとしなかったために災難が降りかかることになりました、うん、でそれが北から暴風が猛烈に吹き出しし、艦船をそのまま岸に停泊しておくと一艘も残らず難破してしまうほどの暴風、台風ですね、はい、日本でいうと神風が吹いたんですね、うん、で台風が来たんで全員急いで島を離れて海上に逃げます。で4マイルと航海しないうちに暴風はさらに激しくなり、密集していた船の多くが難破しちゃいました、うん、はい。近くにさほど大きくない別の島があって、うん、この島にたどり着けた人たちは助かったそうです、はい、で、少なくとも3万人はこの島に避難できて助かったようです、うんうん、これ東方見聞録に書いてあることだからね、はい、で嵐の後ですね、アバカンとウォン・サニチンは半分子、ジョリーと僕とで半分子もうええっちゅうは難破を逃れた船に主だった部下の身を船に収容して、他の兵は島に残して中国に帰っちゃいました、うん、3万人が取り残されたんですって、はい、でチパング本島の君主や住民はこの小島に兵が残されたことを知って、うん、船で直行します、うんうん、で残存軍チパング軍からうまく逃げ、チパング軍の船を乗っ取って3万人全員島から脱出することができました、うん、でこの3万の残存軍はチパング本島に向かって本島上陸します、うん、でチパングの王族、じゃあ王旗、旗ですね、とあと軍旗、これも旗ね、はい、で日本軍の旗を掲げたので掲げてこの
残存軍3万人が上陸したので、うん、この日本の人たちは味方と思って受け入れて攻撃されることなく首都の城内まで入ることができました、うん、で城内には老人しかいなかったのでこの残存軍が簡単に首都のお城を占領しました、うん、京都が乗っ取られたんでしょうね、うん、でこう島に残された日本軍ね、うん、チパング軍は首都に戻って都城を包囲してこの残存軍が外に出られないようにします。この攻防がね7ヶ月続きます、はい、でこの残存軍は何とかしてこの状況をフビライに伝えようと試みたんだけども連絡が不可能とはっきりすると生涯この島で日本で過ごすことを条件に降伏したそうです。これが1269年のことだって。うん、はい、以上です。なんか僕の知ってる原稿とはまあまあ前半はまあ公安の駅っぽいなって感じだけどね、うんうん、後半はメタメタだね。めちゃくちゃですね。これって平安京じゃなくて太宰府とか鎮西府とかその辺に行ったんじゃないのかな。公安の駅でも公安の駅が1281年とかですよね。年号も間違ってるね。全然違うな。269時期的に言うと文英の駅なんだけど、うん、だから江南軍でしょ。泉州甲州から出発した、うん、1回目ってほら高麗から来るでしょ、うん、だ2回目やん、うん、でこれだと公安の駅でしょ、うん、半分子が司令官になるのも公安の駅でしょ。そうなの、うん、なんですよ、うん、でそうそうで半分子はそうそうなんか佐賀嵐にやられて部下見捨てて帰ってきて、あ、それも事実なの、やられて怒られたりするんで、まあ、なんか全然そのなんか敗山兵が都を占領するとかなんかその辺がちょっとよくわかんないけどね、うん、後半はなんかむちゃくちゃな話ですね。そうですね、ちょっと事実にない話だけど、だいたい島に3万人いて日本の船を乗っ取って3万人が移動とかってもうちょっと、うん、ゲームみたいな。しかも3万人は日本にその住み着いたわけでしょ、うん、その島人口3万人増えるとやばいよね。まあまあね、うん、あれも確かに、まあ、玄界灘のなんか高島とかああいう島がね元軍の拠点になったりはしてたんで、うん、まあ、断片的には合ってるけど、うん、でそこに例えば3万人が逃れて彼らがそのまま日本に住み着いたっていう話は聞かないですね。やっぱ伝言ゲームの凄さですね。捕まった元軍の兵はみんな処刑されてますしね、うん、あ、間違うな。宋の人はまあなんか奴隷みたいにされちゃうのかな。ちなみにこのアバカンとウォン・サン・サニチンは半分子ね、ジョリーと僕とで、うん、半分子一人は斬首刑になって一人は島流しになったそうです、うん、これは間違ってないんだね。これは最後半分子って処刑されたかな。違うと思うけど、まあ、東方見聞録の話ですね、うん、はい。まあ年代も合ってないし、まあなんかいろんな話がないまぜになってる感じですな、うん、でもちゃんと原稿の話は中国のそのマルコ・ポーロがそのああそうか宮廷にいたから聞いてるってことなんかな。うんね、はい、じゃあ次ね、まだ、はい、もう一つね、うん、今度不思議な石っていうねエピソードがあるんです。ほう、チパング島のある町で、うん、チパング兵の一隊が、うん、1チームが捕らわれました、はい、で彼らは降伏を拒んだので、うん、全員死刑となって首を落とされました、うん、そのうちの8人だけはどうしても首が切れなかったんですって。で、8人が身につけている石の力によるものだったんですって。うん、で、腕の内側で皮膚の下
肉の上のところに一個石を入れてて、うん、外からは分からないように身につけていたんですって。だからペンダントとかじゃなくって埋め込んでたってことね。埋め込んでたんですね、うん、でこの石には呪術がかけてあって身につけている限り刃物で殺されることがない、そういう魔法が効いてたそうです、うん、で切り殺すことをこの8人ね、切り殺すことを諦めて、鞭で殺すように命じられました、うん、したら石の威力がなくなって8人は死んじゃいましたっていう話なんですって。はい、こんなんが日本であったそうです。これって多分里見八犬伝の話じゃないの？里見八犬伝江戸時代だけど、もしかしてこれモチーフにしてんじゃないの？八個の不思議な石、そうかな、まあ、八っていう数字はまあよくあるパターンだしね、うん、石体に埋め込んだりもしてないし、でもその石持ってたら発見師になる、なるけど、であれ埋め込まれたわけじゃないじゃん、なんとか姫が死んだ時にビヤーって飛んでって、不正がね、うんうん、やっぱ人形劇よりやっぱ薬師丸ひろ子のね映画ね、里見八犬伝の方がいいですね、真田広之、うん、やっぱ岡田奈々は綺麗でした。岡田奈々はカマジ、そうやね、うんうん、塩見悦子も全盛期でね、塩見悦子もそうですね、うん、ジャパンアクションクラブって感じですな、ね、こんなエピソードも載ってたそうですね、うん、であとねこのチパングのこう宗教状況もねもうちょっと書いてあって、うん、中国の偶像教徒と同じ系統である、はい、まあ、仏教ってことですね、まあ、仏教でしょうね、うん、でお牛豚犬羊、その他の動物の頭の偶像もあるそうです。うん、頭をした偶像、うん。どういうこと？あの、ミノタウルスみたいな感じとかな。ですね。で、あとね、ある偶像は顔が4つあるんですって。あ、で、別のある偶像は頭が3つ。うん、1つは当たり前の位置、普通の位置で、まあ、普通の位置にあって、後の2つは両肩についている。あ、で腕が4本の偶像があれば10本あるいは1000本の手を持つ偶像もある、うん、で千住の偶像は最高の地位を占め最大の敬意を払っている、うん、これアシュラとか千住観音とか、まあまあそうですね、まあまあなんとなくその辺が見えてきますね。ああいうさ千住観音みたいなのって中国にはない？いやあるでしょ。じゃあ別に珍しくないじゃんね。まあまあだからそのモンゴル人の中で暮らしてる都の大都にいて彼らの生活風習の中にいるとなかなか触れる機会っていうのはないんじゃない？そうか、そうだね、うん、かもしれないね。でなぜこんな偶像、こんないろいろな偶像の姿、偶像がこんないろいろな姿をしているかって質問をすると、先祖が私たちに伝えた時からこういう形をしている、うん、これからも子子孫孫残していくって答えるんだって。へー、うん、いい加減ですね。でこれの他はですね、うん、不合理と悪魔の術の話ばかりになるのでキリスト教徒は知るべきではないと言って話を濁しています、うんうん、でこの話題の最後に自分たちの仲間でない人間を捕虜にすると身代金を払えない場合捕虜を殺して料理として仲間で寄り合って食べるそうです、うん、でいろいろな人間の肉の中で肉の中では人間の肉が一番おいしいって日本人は考えているって伝わっています。
これは紹介されないね、日本史の教科書じゃね。そうですな。まあまあだからね、一応なんかこうなんていうの、核になるような話は確かにね、おっしゃるようにやれ千手観音だ、阿修羅だ、あるけど、まあそれがキリスト教徒の目で見るとこういう風になっていくんでしょうな。ねえ。うん、っていうのこの何ていうの、牛とか豚さんとか犬さんの頭をした偶像ってさ、あまりそういう仏像って聞かないね。でもさ、その昔その仏教じゃなくってさ、うん、その弥生とか縄文の時代とかさ、その牛の頭をさ祀ったとかさ、なんかなかったっけ。なんかそういう、その中国っぽい部分は入ってるよね。うんうん、でなんか原始宗教っぽいようなさ名残なんかも、まあまあ、なんのかもしれない。もののけ姫だってそうじゃん。だってそうじゃん。ないでしょ、そんなの日本には。うん、それ勝手に彼がその中国の風習とか断片的な情報の中でそういう風にしたんでしょ。うん、まあこういうだってキリスト教徒はこういうなんで大牛の像とかっていうの、ほらあのなんだっけ、10回とかでもほら偶像崇拝をやすとき、うん、彼ら間違って大牛の像を作ってするから、うん、まあ、それキリスト教徒から見て最も野蛮なっていうのを言いたいわけでしょ、うん、絶対やっちゃいけないことあいつらやってるぜっていうのが言いたいから、まあそれは本当かっていうとまた違うわけでしょ多分。それは日がでマルコボール自体は来てないんだもんね。来てないからね、全部その断片的な情報とそのキリスト教徒としての見方の中で、あ絶対こういうことやってんだろうこいつらはみたいな。ねえ、この原空とかさ、ねえそんなの、あまり日本の歴史の中ではないケースですね。たぶつかないよね。これも中国なんかではちょいちょいある話ですけど、うん、で混じってんだよね、うんうん、まあでもこのちょっと石の話とかはちょっとよく知らなかったけど、この原稿の話なんかはね、ね、やっぱ基本も一応知ってるからね。ちょいちょいこうまあなんか核になる話は確かにあってんだけど、うん、そこにまあまあ、しかもそのあれでしょ、要するに牢屋で喋ってるヨタ話なわけでしょ。だからまあちょっとおひれもつけちゃうし、ね、ちょっともったりも話しちゃうから。そうか、牢屋で話せて何年も昔に聞いた話だもんね。ね、地味なことボソボソ言ってても誰も聞いてくんないからっていうのもあるでしょうしね。そう思うと結構マルコ・ポーロは役者なんだね。まあまあまあ、ね、やっぱり商売人はそうでないとダメでしょうね。まあ、そうですね。それはちょっと人を喜ばしたりも、はいね、ちょっと今までや東方見聞録って、あ、まあまあ確かにね、知ってたけど、まあ、言葉とジパングと、うん、まあ、それでフビライが原稿をやったみたいな、うん、まあ、本当か嘘か分かんない話は知ってたけど、うん、もうちょっと詳しく見るとちょっと気になってたのが、まあ、彼の足跡とかね、うん、こういうまあそうやね、確かにこう日本の記述だって何が書いてあるかなと僕知らなかったけど、まあなるほど、勉強になりました。ちょっと、ね、うん、ちょっと面白かったですね。はい、ね、マルコポールじゃないや、なんだっけ、東方見聞録、東方見聞録三部作、はい、はいでした。ありがとうございます。ではお便り参ります。手紙、はい、スーさんからいただきました。 SOO スー、はい、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しい配信やご苦労様なのですが、そろそろおもれき集会第2弾を決意する頃だと思うのですけど、まさにそこでお願いです。今ではおそらく参加者が3桁になるであろうおもれき集会ですから、おもれきのこと晩年主要都市神奈川県の横浜中華街はいかがでしょうか。うん、大部屋の円卓で移動も楽な一方、どの席から見渡せ、どの席からも見渡せ、一体感も生まれそうですし、うん、何しろチヤホヤされるべきお三方が食べ損なうことの心配もいりませんし、前日、当日、後日と、3日間ね、横浜、東京と観光には事欠かせませんし、うん、横浜駅、新横浜駅からも一本で来られるアクセスの良さ、最高の条件かなと思っています。初めて聞いた300回、第300回大和武尊のところ
が、一番好きなエピソードで何度もよく聞くのですが、この頃に、前のと名古屋集会した話が頻繁に出てくるので、うずうずが止まりません。はいはい。まあ、名古屋集会には参加できなかった私が別の地域での開催でも次回は参加させていただきますけどね。他の地域の、リスナーさんもおすすめの会場のプレゼンをしてもらえたらいろいろ想像できて、想像旅も楽しそうだなと思っておりますといただきました。はい、はい、ちょっとねオープニングでもちょっと喋ってましたが、集会のリクエストがね、なるほど、来ております。横浜ね。いいね、中華街でね。中華か。あるじゃない、3000、4000ぐらい食べほ飲みほの、ああ、ありますね。中華料理屋。100人とかでやるっけ。すごいね、結婚式みたい。本当だね。まあでもね、横浜は魅力的なのはわかるんですけど、うん、もしやるんなら、やっぱまず東京ですよ。まあ一応ね、一回あれしちゃってますからね。で、企画倒れしちゃったんで、コロナでね。うん、なんで、東京かなとはちょっと思っているんですがね。でもちょっとこの横浜いいね。まあ東京でダメだったのは神奈川、横浜でやるぐらいは一応許容範囲だと思いますけどね。一応まあ関東圏でやったって話でね。あのこの中華のさ、こういう食べ放題の店ってあるじゃない、時々。ありますね。で、この間ちょっとこう仲間とそういうところで飲み会に行ったんですけど、3000円で食べ放題、うんうん、であと1000いくらで飲み放題なんだけど、はいはいはい、食べ放題しなかったんだよ。アラカルトで取ったこと。そうそう。で、うん、一品が結構大盛りじゃん、ああいう中華屋さんの。食べ放題って結構ちょっとちっちゃいでしょ。ちっちゃめの皿じゃない。いやいや、中国はそのまんま来るよ。いや、店本当。いや、俺それこそ一回中華街のそういう店行ったけど、ちょっとまあ小ぶりな感じで、まあいろいろ食べたいっていう。多分ケリーさん市では地方にあるのはさ、そのまんまだから、あの多分一人2品ずつ頼んだら、これ10人で食べたら絶対腹いっぱいだと思うよ。で、まあ、一つを10人でシェアするにやったらそのもんだけでしょ。そうそうそう。で、10人で行って20皿でしょ、シェアしとったら。そう、横浜のその店、僕が行った店は、まあ、うん、本当に 2,3 人からでも行けるから、2,3 人でそんなん来たら一つで終わりだ。そう、いつも大変なんだよ、うん、中華料理って。でもそういう風に料理してくれるっていいな。あのね、中華街って行ったことある？あるよ。なんか気に入ってる店とかある？ああ、去年それこそ行ったんだけど。嘘、誘われてないですよ。誘ってないよ。うん、ああ、なんかね、なんかな、まあ、何回か3、4回行ったことあるけど。あ、そうですか。うん、なんかまあ僕結構辛いの好きなんで、四川料理のなんか一軒知ってる店に毎回行ったりとか、あと餃子、水餃子の結構有名な店があって、うん、餃子僕好きなんでいっぱい食べます。うちも何回か中華街行って、うん、チャーハンとワンタンの美味しいお店があって、ああ知ってるような気がする。なんか金華ハムの、はいはいはい、なんかそうするとあれするとチャーハンがさ赤色になるんだよね、食紅の、はいはい、となんかワンタンが餃子のぶっといやつになって、はいはいはい、おかわり注文できないんだよ。おかわり注文だから追加でこれもおかわりとか追加でこれとこれもってできなくって、最初に注文したのが出たら終わりってこと。終わり。あ、そうなん、混んでるから。ああ、うん、回すためにってこと。うん、なんかそれとね、あと何食べたことあるだろう、なんか鶏の小籠包みたいな、なんか焼き小籠包、なんかすごい行列の店。あさ、少ないじゃん、まあ、高い割に、うん、なんか満たされなくてあんまり行かないなんかね、なんかね、鶏の足とかさ、あのこう茶色い焼いたやつ、この爪のとこ、あ、先っぽのとこ、もみじのなんかあるね、そうそう、なんかチュパチュパしゃぶるみたいなやつね、うん、ありますな。なんかそんなんとか、なんかなんだっけ、中国のお酒、紹興酒、紹興酒ってなんかさ
酒蒸し酒焼きにしたなんかエビさんとか ありますな、なんか食べたよ、酔っ払いエビみたいなやつね、うん、そう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 、うん、食べたけど、それなんてね、まさにあんまり食べ放題でないとなかなか食わないじゃないですか。うん、うん、まあ円卓な、我々が周回して食べれないのは一緒でしょうね、どんな料理でも。あ、そうだね、もう皿とさ箸とコップねを持ってこう回らないと。あれ、ま、前の時もさ、どこに自分の箸とコップ置いたかも分かんなくなっちゃってね、うん、うん、でも楽しかった思い出しかないので、やりたい気持ちは 120% そらしたいですよ。ありますけどね、なんかね踏み切れないんだよね。でほら北条政子からはさ鎌倉でっておっしゃってもらってるじゃない。うん、でもなんか東京集会のちょっと悔いもあるじゃん、うん、で東京もやるんだったら関西ぐらいでやりたいじゃんとかね、西でもちょっとしたいわな、うん、ってか思ったりね、あのしてて、うん、まとまんないね。まあ確かによその番組なんかチラチラ見るとやったはりますな、うん、もう結構いろいろイベント系は 2,3 年前に比べるとかなりやるようになったね。まあ ね、うん、まあ、でもね、もう一つね、こう東京とかでやるとね、その準備を誰がどうするっていうのもね、ちょっとね、そうですね、あのやっぱ当日飲めない人がどうしてもいりますからね。飲めない人、飲まない人に誰か銭勘定とかしてもらわないと。ああね、名古屋の時はね、あの多くのねちょっと協力してもらいましたけどね、そういうのね、そういうのも全部やろうとするでしんどいなって思うんだけどね。どういうこと？え、だからそれもあれも全部僕たちでやらなきゃって思っちゃうと、でも誰かに頼むってこと？そう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 、業者ってこと？業者じゃないけど裏方さんを、うん、あちゃんとしとか、でも大変だったじゃんね。そうですね、気使うし心苦しいよね、うん、そうなんです。あのね、私たち優しくされること、愛されること、贈り物を贈られる経験がないので、慣れてないんです、あの、うん、困るんですね。あのバレンタインのチョコですら困るんで、うん、あのどうしていいかわからないので、これどんだけ年取ってもあんまりずうずうしくなれないね。まあまあもうね出来上がってるから、うん、もうあの優しくされ慣れてなくって、うんうん、ちょっと愛には飢えてるんですが、本当に愛されると困るんですね。そうね、めんどくさいですね、求めてるくせに、うん、そう、うん、求められると逃げちゃうっていう、そうね、好きだと言われると嫌いだって言っちゃうし、うん、優しくされるとなんだっけ、いや、古内東子の歌 ね、 そうですね、優しくされるとちょっとムキになっちゃうんです、うん、はい、ね、困ったもんですな、はい、うん、ちょっとこじらせてる、こじらせ系こじらせ系ポッドキャスターのね歴ですさて続いてですね、ほう、アキピーさんからいただきました。大垣で歴史について語るバーがあって参加しています、いつか来てもらいたいですといただきました。岐阜県大垣に歴史バーがあるんですね。歴史について語るバー、歴史バー参加ってどういうこと？うん、そういうイベントがあるとお店に行くんじゃない、あ、たまにそういうことをや、うん、イベントとしてやってる、うん、いいね、そういうお店があるって意味じゃなくて、うん、お店でやってるのか、そのお店のイベントでこういう、あ、今日は歴史、明日はコーヒーみたいな感じだっけ、そういうこと、そういうふうに思いましたかね。歴史の会にアキピーさんは、うん、と言ってるよね、ってってどこなんだろうね大垣うん、大垣のどこかってこと、うん、駅前ぐらいだったらちょっと僕時々ね、今ね数ヶ月に1回岐阜市には行ってるんです。あー、キムタク見に、そうそう、キムタクのポスター見たツイッターしたもんね、ツイッターでやたらあなた暴れてましたな、なんか全部信長いたからいろんなキムタクいると思って、ほう、うん、本当は行ってないよ、本番の日は本番の方には行ってませんよ、たまたま前後の日に行ったわけ、ね、行った、うん、もう今僕ね数ヶ月に1回今岐阜行ってるんで仕事で、うん、ちょっとね岐阜県庁でね仕事してます。
大垣と岐阜はまたちょっと違うしな。で、ちょっと20分ぐらい、15分ぐらい、もうちょいと ね滋賀県よりもですな。うん、養老鉄道も、養老鉄道と、なんだっけ、あっちに行くやつ、薄墨桜に行くやつ、垂水鉄道。あ、垂水鉄道にね、一回行ったことあります。はい。うん、あと、濃尾地震の記念館も行きました。ネオダニ断層ね、うんうん、見に行きました。ますね。うん、ね、また、あ、水羊羹美味しいね。あ、あの、こんな丸いポコってやつね。うん、ね、はいはい。あんこの入ったやつでしょ。はい。で、水まんじゅうね。水まんじゅうか。うん、水羊羹じゃない。羊羹じゃない。はい。じゃあ、もう一ついきますね。はい。長崎のよりよりさんからいただきました。よりより。ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。川島よしこの回を聞いて、ずいぶん前に、川島よしこは名前を変えて生きていたという内容の番組を見たことを思い出しました。彼女に育てられたという中国人女性が片言の日本語で、私のお母さんは川島ね、川島じゃなく、うん、川島よしこと話していたシーンを見て、シーンを見てもあまり信じられませんでしたが、川島よしこと思われる女性の晩年の写真を見させられたリコーランこと山口よしこがとても親しげな様子で、ああ、これはお兄ちゃんですよ、間違いないですと話していたことが印象的でした。うん、二人のよしこさんはいろいろな人に利用されて、日本と中国の板挟みになった人生だったと思います。この回を聞いて映画ラストエンペラーを思い出して懐かしく見ていたら、 YouTube のおすすめに溥儀が東京裁判に出席した時のフィルム動画が上がってきました。関連した動画を見たり検索したわけではないので驚きましたが、貴重な映像を見ることができてよかったですといただきました。はい。こんな川島よしこさんに育てられた、まあ、言ってもおかしくないよね。その戦後に育てられてたのは戦前かもしれないしね。でもその写真を見たらお兄さんだって言ったから、まあ勘違いというかだったってことですよね。いつの写真をさ、その晩年の写真を見てお兄ちゃんだってよしこだって言ったのかさ、うん、昔の写真で、あ、これ川島よしこさんだって思ったのか、ちょっとこれじゃあ分かりませんけどね。そうやな、うん、まあそれもそうですけど、溥儀って東京裁判に来てるの？溥儀ね、僕もちょっとあんまり印象がないんですけど、ちょっかそんな時代来れる、日本に、まあ、来れなくはないでしょうけど。だってあれちゃうの、あの共産党とわーってしてた頃じゃないの、東京裁判の頃って。いや、まあまあ国境内戦中でしょうけど。で、呼ばる誰の町人になるの。いや、それは戦争犯罪に関するまあ証人だったんでしょうね、溥儀ね。ね、でも YouTube に出てきてんだからね。ほんと YouTube って何でも出てるね。まあまあまあ ね、ないものもいっぱいあるけどね。ありますね。かゆいところに手が届く動画多くてね、ついつい見ちゃいますね。まあまあまあ、いろいろね、ずっと見れなかったものとかが、ね、見れたりしますね。そういうので満たされていくよね。満たされてるの？満たされてる。あの、子供の時にね、うん、なんちゅうの、その整備されて、その川魚をさ釣る公園みたいなのがあったのよ。釣り堀？釣り堀みたいなのがね、うん、あと公園、遊園地みたいなのもあってってとこに親に連れてってもらったことがあるんだけど、はい、一回だけ、うん、でその釣り堀の川に入ってみんなの釣りの邪魔したりねしたりみたいな迷惑行為もした記憶があるんだけど、はい、それがどこなのか全然子供の頃だから分かんなくって、でもそんなさ何時間もかけて行った記憶もないわけよ。でもそんなの中学高校生になった時にはさ
そんなのどこにもないわけよ、うん、でも最近知りましてね、ほう、やっぱ僕が小学校ぐらいの時にやっぱ潰れて、ほう、今廃墟になってて残ってるんだ。あ、こんな車で小一時間のとこにそんなとこあったんだっていうのが、うん、数十年ぶりに理解できて感動したっていうのがねありましたけどね。1946年に出てますね、はい、うん、東京裁判に証人として、ソ連が拘束してソ連の監視下で日本東京に空輸されて、うん、確かに出席してます、ね、そうか、その頃はまだソ連もアメリカもまだちょっと仲良し気味だった、まあ、連合軍の仲間っていうところで、うん、東京裁判は、まあ、その裁判でソ連に有利な証言をさせるために、なるほどね、うん、そういうので来てたんです ね、 ますね、なるほどね、はい、はい、おめりきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、うん、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、はい、メールアドレスはおもれき2013アットマーク gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、さようなら。